本日の英語お願いします。キングダム、はい、あ、これ取り上げたのは、はい、今年キングダムすぐやるから、はい、まあ夏頃やるんですかね、また見たくなっちゃいますけどね、うんうん、でキングダムっていうのはまああのほらこれ漫画だっけな、はい、あのずっとやってるから、はい、でまあ、 あの中国の、まあ、歴史っていうのが中心ですけどね、はい、最初にキングダム1の時にはあれですよね、これ出てくるのが山崎賢人、はい、っていうのが、これは新役、はい、それであとその、まあ、あの兄弟だったかな、遠征っていうので、はい、吉沢亮っていう非常に超イケメンね、はい、まあ、2人ともイケメンだけどね、はい、それであとあの橋本環奈が出てきて、はい、それとあと大沢たかおで、それとあと長澤まさみも出てくるからね、またねごひいきな、うん、それはだから また見てしまいますでしょうね、これはね夏にね、まあ、こういう史実っていうのは、まあ、あのいろんな解釈もできるからだけど、これあんまりも歴史っていうかは、まあ、戦いシーンが面白いんだよね、あの強烈に CG とかそういうのがあったりしてね、ものすごいあのアクションがあるから、私なんかどちらかというと史実見てるかアクション見てるだけですけどね、面白いよね、こういうのね、爽快で結構すごいスケールが、スケール大きいよね、あれだからああいうのをどんどん出さないと、うん、あれなんじゃないかな、世界で対抗できないんじゃないかな、やっぱりだからほら日本のその人もさ、最近ほら、いろんなネット番組とかそういうので、はい、あと洋画かなんかでもね、あの強烈なの見てるでしょ、うん、それってやっぱりその中であれじゃないの、あの対抗するためにはね、ある程度金かけないと無理じゃないかな、うん、技術としてはか日本は持ってると思うんだけど、金かけないと思うんだけどね、やっぱりちょっとでもいろいろとあそこまで金かけないとちょっと難しいんじゃないの、うん、日本の国内であれなんじゃないの、あんまりお金かけないでしょぼいやつやってるとね、うん、ちょっともう人気出なくなっちゃうんじゃないの、うん、あれだってあのマーベルとかなんかって見てるとちょっとしょぼいじゃない日本のが、だからそういうのから思うとあっちばっかり見ちゃうよねやっぱりね、うん、これまた中国でしてんのかね、あの、うん、今できるのかな、要するに、うん、よくわかんないけどね、この夏までってことでしょ、そうすると今かなりやってんでしょ、取り終わってるか、あそんな感じですかね、うん、でもどうやってやってるか知らないけどね、別にあれ中国行かなくてもできると思うけどね、そうか、うん、あの基本的にアクションだから、うん、いろんなワイヤーとかそういうので国内でもたくさんやろうと思えばできるんじゃないの、このでもコロナ禍であのアクション撮影するのってなかなか大変ですね。大変だよね。だからもうはっきり言って早くコロナの話をね、あれだよね、普通の風並みにしてあげないとね、こういうエンタメとかね、イベント系の人って大変だと思うよ。いや、あの別に作っちゃえばね、ネットで流すことはできるから、だけど映画館なんかもあれだよね、大変だと思うよ。あの、こんなまた蔓延なんかなると。あの、人数制限なんでしょ？そうです。マックス入れたって半分だからね。だってその収入は半額以下になるもんね、はい、あれは大変だと思うけどね、映画館ね、あの維持しで映画館なんか全然感染なんか出ないからね、そうあれだって映画で喋ってる人いないじゃん、喋ったら叱られますよ、ね、うん、だから黙ってじゃみんなだからさ、感染どうやってするのと思うけど、うん、うん、映画館だとなんかね、そしたらね、映画館で出終わったとみんな喋るから感染、そんなどこでも喋るじゃないかと思ってね、少なくとも映画館でのせいはないんじゃないのと思ってんだけどね、うん、映画館なんかどちらかというとあれでね、空気すごく入れ替えて綺麗で、はい、それであと私ずっと前から映画館とコンサートはあと満員電車感染しないんじゃないかと喋んないから、そうです、ね、うん、まあ、映画ファンとしてはね、あのまん延防止の時にね、映画館の規制はやめてくれと言いたくなるけどねもう偉い人が映画見に行かないからじゃないですか、言ってみな、みんな喋んないで黙ってるんだから感染しないで、あれ本当そうですと思います